どね、僕 V プレス見てて思ったのが、自分の動画見てるより女の子見てた方がやっぱいい。あのね、ちょっといやらしい目で、しかも大好きなパチスロを見れるっていう、まあ女の子需要あるわ。あれでね、パンチラとかあればもっといいのに。谷間とか、まあこの玉霊さんみたいにおっぱい揺らしてるとか、可愛い子がね。お、なんだなんだ今の、俺に教えておくれよ。あ、キョーベル、キョーベルですね。これは直撃してくれても全然おかしくない、高確率なら AT 当たるし。あ、なんか偉そうなカットインだったけど、普通に弱数か。全長中にいろいろ引くと多分継続率とかその辺がアップしていくと思うんで、まあ、基本無駄引きはない。で多分こっちの抽選とかもしてると思うし、懐かしい。これ当たってほしい。緑に光った、当たってるね。まあ当たるよね。これ飛ばしていいですか？こいつら死ねって言い過ぎ、あんまり死ねとかいう言葉好きじゃないよ。白いわ。絶対鼻の穴狙ってるよね。一回女の子とデートしてて、電車で鼻にいきなり指突っ込んだことあるんですよ。そしたら本気で叫ばれちゃって、なんか痴漢した人みたいな空気になって、電車の中ですっごいその電車の中気まずかった思い出がある。確かシーパラダイスかなんか行こうとしてた電車で、後ろのまま、あ、終わりそう。鼻の穴でお願いします。ああ、ダメだ。やばい、2連ばっかになるって言わなきゃよかった。ちょっとエリカさんお願いします。うわ、終わった。あんなに苦労して当てたのに。このすごいおっぱい揺れてるんですけど、
そんなにボリューミーに見えないんですよ。それなんでだろうってツイッターでつぶやいてたら、カオリッキーさんが多分柄のせいだと、洋服ので、どうやらカオリッキーさんも柄の服を着てるから揺れないそうで、実はすごい大きいんだよって言ってましたらしいですよ。レッドブルいただきました。なんか小綺麗なお姉さんです。年齢不詳だな言ってるっちゃ言ってるけど、いつも見てますって言われても、僕いつもはどこにも出てないんで、最近めったに動画も出てない。社交辞令はみんなうまい、もう誰にでも言ってるんだよ、いつも見てます。多分初めて収録に来てる人にもいつも見てますって言うから。それをね、勘違いして若いライターとかは、うわ俺のファン可愛い子いたよ、食っちゃおっかなみたいな、そういう発想を持っちゃうんだよ。もうあいつらダメ、本当に。いや、お前がもしそういう関係になれる相手だったとしたら、もう誰かとそういう関係になってっから、本当に。それにそんな下心で声かけてくれてるんじゃないよ。なんかせっかくホールさんに呼んでもらってて、誰にも声かけられてないと精神的にきついんだろうなって思って、しょうがない、私が声かけてあげようかなみたいな、そういう優しさをね、食っちゃおっかななんて、もうダメだよ本当に。これノーカットで本当にもう、おお、これこっちかな、こっちかなこっちだよね。そう、これが分かんなくなっちゃうんだよね。動物虐待めっちゃお腹殴ってた。ダメダメ、ありがとうございます。青い色がついてるだけマシ犬のお腹あんなパンチの仕方しちゃダメだよ本当に。いや、あれが狼だったとしてもダメだよ。うちも犬飼ってるんですけど、散歩してる間いきなりうちの犬あんなお腹パンチされたら、つまりパンチってやつすっげえ叱りますから、ダメダメ本当に。反発はないんで復活するんですけど、こっちに当選したんでしょう、逆転パターンは。あらららら
まあ普通ですけど、これは見落しミスしてた、ごめんなさい。30だと思う。これが普通。いやー、5歳ぐらい老けたわ、無理。はい、何もありませんでした。終わってしまいそうな気がすごいします。健次郎さん、攻撃してください。ダメだ、出た。これかっこいいよね、かっこいい。はい、終わった。ダメだ。喜多方ラーメンを食べてきたんですけど、戻ってきたら鉄拳3が1台もう7000枚ぐらい出てる。あの人が今日の MVP だと思う。1200枚ぐらい入ってそうなの、5箱とあと半箱とした皿あるんで。ほんで蒼天も僕島トップじゃなくなってしまった。さあ400のゾーン、ここで当たってくれると嬉しい。当たってる。基本あれはチャンス役対応で、まあ、演出にも発展してないんで、多分当たり濃厚なんじゃないかなと。ほらこれ多分ゲーム数で当たってましたね。ほら、またチャンス役じゃなくて。ありがとうございます。459ゲーム、ゲーム数解除ですね。いや、その後幼稚園で住んでるんだから、ね、色をもうちょっとつけてほしかった。まあ、この継続するところはどんなエグいやられ方してもいい。その分次頑張ってほしい。いや、こういうのいらないんだ。
ダメなの。いや、大丈夫でしょ、大丈夫だ、ね、オーラ昇格チャンス出たんで、まあ、次回も結局で、これが赤いといい色まで行く可能性が高い。これ青なんでしょぼい可能性が高い。しょぼい上がれ。いいですけど、これでさっきの上海がなかったらと思うとゾッとする。あの3000枚なかったら今マイナスなんで、普通にあれが5セットで終わってたら、まあ、上海って30ゲームでもいいよ。YouTube の最初に出てくる画面の抜き方がやらしい。あ、フリーズだとか、ああいうなんか射光心煽ってるところを使う。多分今僕が可愛いコーヒーレディとかがいたとして絡んでたら、その可愛いコーヒーレディ映ってるところを抜くと思う。可愛い子が映ってると見るんだよ。お疲れ様です。実戦終了となりました。本日ですね、朝一から蒼天の剣2の方実戦させてもらったんですが、まあ結果から言いますと、350枚投資の回収2818枚でプラス2468枚と、とっても勝ちました。びっくりした。まあね、設定的には間違いないかなっていうぐらい、その説明したかったゲーム数解除とか炎上とかいっぱい引きました。ただ編集上ね、どこ使えるかどうかっていうのは分かりませんが、まあ、皆様がね見てどういう反応してるのか編集次第かなっていう、僕もその辺楽しみにしながら放送の方を見たいと思っておりますが、まあ今日初めて会津若松に僕来たんですけど、お昼喜多方ラーメンを食べさせてもらったり、まあすごいのどかな風景見させてもらったりと、虫が怖えぞという夏でございますが、皆様暑い中ね、体調崩さないように楽しんでパチスロ打ってください。では今日はありがとうございました。お疲れ様です。